出直し看護塾3分間劇場。臨床2、活かす看護師国家試験。高中級の話、解説員、出直し看護塾、青柳智和。国家試験を臨床風に、アレンジし、学生さん、既卒の皆様にお役に立てるよう解説してまいります。では、今日の問題を見ていきましょう。第107回の午前、45番の問題です。A さんは、化学療法、まあ簡単に言うと抗がん剤ですね。を行った後、血液検査をしたところ高中級が、300mL だったそうです。さて、困りました。高中級って一体何でしょうかね。結論から言うと体を細菌から守ってくれる猛烈に重要な白血球です。申し送りなどを聞いていると、確かに白血球が1万2000とか2000といった話は出てきますが、高中級の数まではあまり出てこないかもしれません。が、正直言って高中級こそ重要です。では、高中級の復習をしてみましょう。まず血球ですが、骨髄の多能性幹細胞から赤血球やら白血球やらが作られます。その白血球の中の種類の一つが高中級で、英語でノイトロフィル。言います。検査データの画面には、NEUT と書いてあるかもしれません。高中級は、出世魚のように前骨髄球とか後骨髄球とか、名前が変わりまして、この辺は核の作法移動といったことを、勉強すると出てくることがありますが、とりあえず覚える必要は、ありません。覚えておくべきは、高中級は細菌の鈍食、作用を持っているということです。鈍食というのは、名前の通り食べてしまうということですので、簡単に言えば、体に細菌が入ってくる、高中級に見つかる、捕まる、食べられる、わらわらって感じです。なので私たちの防御という意味で、非常に重要なんですね。白血球の数は、どれくらいでしたか？まあ、だいたい4000から8000くらいですよね。この数字は覚えましょう。大事です。高中級は、どれくらいでしょうか？ 60% 以下ですね。この数字も明日からチェックしましょう。勉強しても臨床で、駅に立たせることができなければ、時間の無駄です。使っていればそのうち身につきます。というわけで、白血球が4000だった場合、高中級割合が 50% だとすると、4000の半分ですから高中級数。つまり高中級の数は、2000ということになりますね。この数が1000を下回ってくると、感染のリスクが高まり、500以下というのはかなり低い状況です。この状況を我々看護師はアセスメントし、正式や感染防御に、活かしていかなければなりません。そう考えると、この患者さん、300ですよね。なので、かなり感染のリスクが高いと、アセスメントすることができるかと、思います。どう考えればいいかが分かっていれば、決して難しくはないですね。入浴はどうでしょうか？清潔が保てないと感染の、リスクが上がりますので入浴は控えてはいけませんね。日和見感染は、どうでしょうか？日和見感染というのは、通常感染が成立しないような弱毒菌であっても免疫不全の状態により感染が成立してしまうことですね。高中級、ノイトロフィルを見てリスクの、洗い出ししましょう。医師に言われたから感染に、注意するのではありません。感染のリスクがあるから感染に、注意するのです。主体性を持って仕事を、しましょう。歯間ブラシは、どうでしょうか？出血傾向か？歯槽膿漏の話でしょうか？とりあえずは今回は関係なさそうですね。化学療法後は、一般的には、半血球減少、つまり全ての臓器機能が弱まりますのでリンパ球も減少してしまいますね。もしかすると今まで高中級にはあまり着目していなかったかもしれませんが、僕は必ず評価しています。非常に重要な検査です。もう少し難しい話を、すると、環状核球とか、分葉核球も見なければいけないのですが、少しややこしいので、興味のある方はぜひ出直し看護塾の、セミナーにお越しください。というわけで、本日の出直し語録、細菌鈍食、高中級、感染リスク、洗い出そう、少しずつ覚えていきましょう。では今日はここまでです。チャンネル登録、お願いいたします。